川西市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。川西市は、兵庫県南東部の市、大阪府との県境に面する、阪神北県民局管轄区域。 生は天皇の光栄の源の三中が、ただ神社のある地域に、源氏武士団を形成し、後に、鎌倉幕府を開く源の頼朝など生は、源氏の本拠地となる。当氏は、部門源氏発祥の地として、市の在住者、ゆかりのある者、市長の認めた者などの中から、源氏ふるさと大使を任命し、地域振興に取り組んでいる。地域は、地図上では、 活能都市後の形に似ている。イメージキャラクターとして、金太郎の形をした、金太君が存在する。心に防火の意識を市民に根付かせる、救世主として、防火キャラクター、金助君がある。また、河西氏は、人権擁護都市宣言と、比較平和都市宣言を宣言している。市将、鹿との姿勢を施行した1954年に、制定された。 師匠は漢字の川と西を組み合わせて円形に図案化したもので、隣接する宝塚市の師匠と同じ日本、マーククラブ会員の小島敏夫が応募したデザイン案が採用された。中央の川は市の東を流れる稲川を円形の西は平和と円満を表している。鹿は135編の応募作から1947年に制定された。 兵庫県民家の作詞者でもある野口武士の作品が選ばれた後、市からの依頼で宝塚歌劇団理事の堺境が作曲を手掛け、12月1日の市政祝賀式で発表された。平野正虎が下佐国で起こした上平天行の乱を平定するため、源三中は帝の命を受け出兵した。この時、三中はカトリジングの傍らに、 約100日間婦人した。ここが現在の光明院にあたり、三中はこの地が摂津国忠商によく似ているところから、忠と名付けた。三中の高いごその不法が伝えられると、下佐国に残った源一門の手で光明院に供養党が建立された。1976年に NHK 大河ドラマ、 風と雲と虹とで話題になったのを機に1977年から、沢良市と川西市の交流が始まり、姉妹都市提携が結ばれた。川西にも、姉妹都市をという市民の声を受け、国際交流のあり方について、検討の結果、海外姉妹都市を結ぶにあたっては、まず最初は、英語圏の都市が望ましいとの結論を得た。市民から、 多数の推薦があった中、すでに日本に姉妹都市を持つ市、人口規模がかけ離れている市等を除き、最終的に4市に絞り、調査を行った。そのうちの一つ、市民の村口光子氏が紹介したボーリンググリーン市は、緑豊かで、優れた、教育施設や医療機関も備え、犯罪も少なく、大変魅力のあることが分かった。また、 川西氏の意向を先方に伝えたところ、ボーリンググリーン氏側も非常に乗り気であったことから話が進み、1992年10月16日、川西氏で調印が行われた。しかし、2016年9月、ボーリンググリーン氏から姉妹都市会消のメールが届き、 川西市は可能な範囲での交流を模索したが、2021年3月31日をもって、姉妹都市提携が解消された。大阪市への通勤率は23.2%である。市内では、鉄道、道路、バス網が整備されており、特に市南部の中心地からは、大阪都心まで20分圏内である。川西野瀬口駅市中心部の川西区だ。 川西の瀬口領域を軸として、阪急宝塚本線は東西に、JR 福知山線は南から西へと走る。なお JR 福知山線、北伊丹駅については北改札口は川西市、南改札口は伊丹市に属する。野瀬電鉄は川西の瀬口から北上し、市内を縦断する。隣接する伊丹市、池田市には、 大阪国際空港がある。川西市は空港地元自治体の連合の大阪国際空港周辺都市対策協議会の一員である。ただ神社友脇湖、川西市郷土館隣の池田市に大発工業本社があるため関連企業が市南部中心に存在する。市北部では特産品の農業地域が点在する。指定金融機関。 池田選手銀行、三井住友銀行二行による、臨番制市内には、市立の小学校、中学校、高等学校は存在せず、すべて公立である。高校入試は、伊丹市、稲川町と合同で、総合選抜のシステムを取っていたが、平成21年度に廃止された。ありがとうございます。